は伊賀流忍者博物館にようこそお越しくださいました。それではこの屋敷のご案内をさせていただきます。こちらのお屋敷はもともとは伊賀市高山といって、ここから南へ10キロほど離れた山の奥にあったものを昭和39年にこちらに移築いたしました。移築当時、伊賀地方には忍者屋敷として知られるお屋敷がいくつかございましたが、実は公開していなかったんですね。そこで伝えられてきた仕掛けからくりを集めて復元をしております。各部屋には敵の襲撃に備え、仕掛けからくりが敵が来たという知らせで、ではこちら一度やってみたいなという方いらっしゃいませんか？そしてこちら隠れる場所だけではなく、横の木に足をかけると2階のお部屋、また床板をめくれば後ろの仏壇まで地下道も通っているんです。こちらをどんべん返しと申します。では次はあちら4枚ある障子欄もご覧ください。実はこちらの奥に忍者が潜んでいるんですが、どこにいるかお分かりいただけますか？もし見やすいようにこちらの縁側の方、後ろの部屋の神様はこちら縁側の前のお部屋のお客様もできるだけ後ろにお下がりください。右から2つ目です。私は電気がございません。明るい外からでは中の忍者は見えませんが、反対に暗い中からは外の様子がよく見えます。こちらは12階で暗さと透かしをうまく利用した見張りの場所。そしてこの上3階は忍者が密談密議を交わした場所なんです。ではあの忍者どのようにして上に登ったのかと申しますと、こちらの棚を使いました。棚に見えますが、真ん中の木を押さえると階段に変わります。これを使って中2階3階へ登ることができました。でもこのままでは敵に階段ということが分かりますので、登る前に作業という長い紐を引っ掛けておき、登ってからその紐上からぐいっと引っ張り上げれば元の棚に戻すことができます。こちらを隠し階段と申します。では次は縁側隅の小さな扉をご覧いただきますので、今度はなんでも縁側の方へご覧いただきます。前の方、後ろの方のためにお部屋の中ですと見えにくいですので、なるべく縁側の方へお越しください。そして後ろに人がいますようでしたら恐れ入りますが、メッセージを落としてあげてください。この小さな扉です。夜敵の襲撃を受けた時、忍者はこの扉から素早く外に逃げることができました。開ける時は2枚の薄い紙を使います。左の隅に2箇所小さな木の鍵があります。隙間に紙を差し込み、この木を下から上に2箇所同時に持ち上げると簡単に外れます。軽い木でできていますので、外に落ちている木の葉でも薄いものであれば必ず開けることができます。では一度やってみますね。今しっかりと錠がかかっています。このようにして外に出ました。そして外から閉めるとまた鍵がかかります。こちらいざという時に使ったもので、今で言うと非常口のようなものですね。では中にお入りください。次はこちらをご覧いただきます。床の間の上の後ろが左を少し開けて、開けるときは左手右手は武器を持つために残しておきました。こちら地下道の入り口ですので、順番に中の様子をご覧ください。ご覧いただきましたら順番にこちらのお部屋にお移りいただきます。中の様子順番にご覧ください。中に誰か潜んでいますので、それが見えたらこちらへお越しください。それが看
今ご覧いただいてます地下道はお仏壇の下を通り、最後はお屋敷の外にあったプライドへと抜け出ることができました。でもう一箇所、こちら襖を開けると行き止まりのように見えますが、こちらも左を開きます。中には目の高さに合わせ三角の木が細い隙間から外が見られるようになっています。外からでは中にいることが分かりません。反対に暗い中からは明るい外がよく見えるんです。こちらも一度入ってみたいなという方いらっしゃいませんか？このくらいの背があるかと思います。こちらから見張っていた場所がお庭ともう一箇所大切なところがあります。向きを変えていただき、サビの上でご覧ください。今度はこちらが正面ですので、小さなお子様などなるべく前の方に見えるように場所を変わってあげてくださいね。では最後に茶の間のご案内をいたします。忍者は大切なものは持ち歩かず、障子の外へ隠しておきました。このようにして敷居が外れ、エンカードの板が仕上がります。この中には粗く乾いた砂が敷いてあり、重要な書類や巻物を詰めて隠しておきました。命がけで守った大切なものほど家の中ではなく、あえて外に隠しておいたんです。その方が見つかりにくく安全だったようです。そして見張りの場所からお庭とこちらを絶えず見張っておりました。では敷居を元に戻しますが、このままではこちらの切れ目が敵に見つかってしまいますので、普段は障子を閉めておき、この切れ目をうまくわからないようにしておいたんです。こちらを物隠しの場所と申します。そしてもう一箇所、いざという時の武器はすぐに取り出せるよう、この床板一枚下に隠してあります。普段人が歩くような場所はどこをしても何も起こりません。誰も歩かない敷居の端を一箇所斜めに切り落とし、いざという時はこのようにして素早く武器を取り出すことができました。てこの原理をうまく使った刀隠しの場所と申します。では最後になりました。今度はこちらの壁をご覧ください。3枚ある壁のうち1枚だけ仕掛けたお依頼になっています。どの壁か分かりますか？左押すと開くようになっています。お隣のお部屋にここから通り抜けることができます。また閉めておけば通路ということは分かりませんでした。これでこの屋敷のご案内は全て終了です。あと2箇所ご自由にご覧いただくところですので、お履物を履いていただき、左手のお出口から地下の体験館、裏の伝承館へとお進みください。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。